でしたよ。ああ、緊張した。でも、嬉しかったです。挨拶の時に、僕のことをリーシャ様が認めてくれて。そうか。ええ。だから僕はこれからも。この国の人々と学園のために働かせていただきます。それでだな、ルクス。これで正式に私の騎士になったわけだし、これからはもっと互いの親睦を深めてだな。なかなか立派だったわよ。さすが私の言い名付けね。同じ騎士団として誇らしいです。胸が高鳴りました。ルーちゃん、すごい汗びしょびしょ。うん、ちょっと緊張しちゃって。そのままにしていてはお体に触りますわ、主様。着替えるなら私がお手伝いして差し上げますが。夜か。よろしければそのまま夜のお世話も。はっ、ちょ、何を言ってるの。主様が理想の国を追い続ける限り、私はどこまでもお使いいたしますわ。はあ、ルクッチガールズがまた一人。まったくどうしがたいな、君は。イエス、最低です。そんな。もう兄さん、いい加減にしてください。アイリまで。おい、ルクス。私というものがありながら。答えろ、ルクス。お前は一体誰が好きなんだ。もちろん私よね、ルクス君。私、実はずっと以前から。いいぞ、セリス。お腹すいた。さあ、主様、私と四つ。もう兄さんは私の。ああ、じゃあ私も。イエス。ああ、もう